杉並区の皆さん、ハロー、ナミスケの大大親友マッシュですよ。今日は区役所の仕事について紹介していきます。区役所の仕事って何があると思う？公園の管理とか、他には何だろうね。大きな建物だけど、この中でどんな仕事が行われているのか一緒に見に行こう。レッツゴー。杉並区は昭和7年10月1日、杉並、和田堀、伊予木、高井戸の4町が合併し誕生しました。当時の人口は14万6560人でした。それから年月を重ね、緑豊かな住宅都市として多くの人々が暮らしています。地名の由来は、江戸時代に村の領地の境目に青梅街道に沿って植えた杉並木が始まりです。この杉並木は明治前になくなってしまいましたが、その後杉並の名は村名となり、町名、さらに区名となりました。区役所ではたくさんの区民の身近なサービスをしてて、住民福祉の向上を目指してるんだって。住民福祉ってわかる？福祉って幸せとか豊かさって意味だよ。福祉は英語で説明しますね。ちょっと日本語難しいので、英語で welfare、 well イコールよりよくね、 fair イコール生きるで、英語でもよりよく生きるって意味だよ。つまり区役所は区民の人たちと一緒になって、みんなが楽しく幸せに暮らせる安全で住みやすい街を作る仕事をしているんだね。このロビーではロビーコンサートや区民の方にしてほしいことの展示もやってるんだって。素敵でしょ。面白いアートが見つかるかもね。杉並区役所には大きく分けて5つの部門があります。まずは企画総務部門。区の目指す将来像を実現するためのさまざまな計画や必要な予算のやりくりを決めています。ここには区からのさまざまな情報が並んでますね。名誉区民の紹介もここにありますね。名誉区民というのは、音楽とか科学とかいろいろな分野で功績を収めた人が選ばれるんだよね。ノーベル賞を受賞した小柴正俊さんも名誉区民の一人なんだ。僕、いつ名誉区民になるかな。名誉区民の第1号はノーベル物理学賞の小柴正俊さんで、他にも星影のワルツや北国の春など多くのヒット曲を生み出した作曲家の遠藤実さんなどが名誉区民となっています。マシューさんは単行本マシューの見てきた世界をはじめ、新聞などで執筆活動を行っているので、いつか杉並区名誉区民になれるかもしれませんね。すごいいいひげしてますね。今度ハロウィンの時コスプレしてみようかな。あと誰だろう。あ、石井桃子さん。この女は熊のプーさん訳した方ですね。すごいね。わあ、本当にすごい人いっぱい入ってますね。他何あるかな。あ、広報杉並やりますね。区民に身近な広報誌、広報杉並の発行やホームページの運営もこの部門が担当しているんですよ。区役所6階防災センターの無線室に来てます。もし首都直下地震が発生したら、多くの建物の崩壊や火災などが起きることが予測されてます。そうした時に自分の命、家族の命、地域の人たちの命を守るためには、地域の防災力の向上が不可欠で、地域の防災会などと協力して訓練などを実施しています。またいざという時には防災無線などを使って災害情報を提供します。菅野さん、機械いっぱいあるけど
これはちなみに何ですか？はい、これは MCM 戦記といって、避難所であったり、うん、また消防とか警察とか関係機関と連絡を取るための機械となります。うん、すごい。守られてますね。パソコンもいっぱいいっぱいあります。はい、何のためですか？実はこれも無線機でして、いわゆるこう地震が起こった時に連絡を取る手段が一つだけだと繋がらない可能性があるので、うん、こういったいろいろな無線機を用意して、一つでもどれかが繋がるようにいろんなものを置いてるっていう形ですね。すごいな。ちょっと真面目な質問だけど、はい、実際大きい地震が起こったらどうなりますか？はい、杉並区はまあ建物の崩壊とかもあるんですけど、やっぱり一番大きいものは火災ですね。いわゆる、杉並区の建物いっぱいありますけど、その中でも5棟につき1棟が火災で焼失してしまうっていうシミュレーション結果も出てます。だからこそこういったいろいろな無線機を用意して、消防とか警察とか避難所とかいろいろなところと連携が取れるようにこういった機械を置いてるっていう形ですね。ありがとうございます。これに何がついていますか？今の映像ですか？今撮影してるんですか？はい、これは杉並区の高所カメラといって、荻窪と阿佐ヶ谷高いビルの上に設置されているカメラでして、24時間、リアルタイムの映像をここに流しています。で、実際に火災が起こった時に、どこから燃えてるのかっていうのが分かるカメラになっているので、消防とか警察にも、リアルタイムで情報を共有しています。すごい。東京湾北部を震源にマグニチュード 7.3 が起きたことを想定したシミュレーションを杉並区では作成しています。このシミュレーションでは、建物の10棟に1棟が全壊し、5棟に1棟は焼失することが予測されています。また死者は541人、負傷者は3299人に上るという結果が出ています。いろんなもの展示されていますが、これはどんなコーナーですか？はい、こちらは杉並区の各家庭でも災害に備えたグッズを揃えてもらうために、杉並区で定価よりも少し安い値段で提供している防災グッズになります。なんか気に入りのものありますか？気に入りのものはそうですね、この感震ブレーカーというのがすごくいいグッズだなと思っています。なんか火災の時に役に立ちますね。はい、これはブレーカーに取り付けることで、震度5強以上の地震の揺れを感知して自動的にブレーカーをオフにして電気を止めてくれる器具になります。なるほどですね。過去の大きな地震で発生した火災の原因の6割は電気に起因するものでした。杉並区では感震ブレーカー設置の支援を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。これは何ですか？はい、こちらは非常食になります。いろいろな種類の非常食を用意しています。なんか美味しいもの入ってますか？美味しいもの、私が食べたことある中でこの羊羹は甘くて美味しかったです。すごいな、缶の中にパンも入ってます。はい、そうなんです。食べてみたいです。はい、アメリカにはありますか？アメリカにないと思います。見たことはないです。すごい、カレーとか2023年まで大丈夫ですね。はい、ます。すごいな、やっぱり家の中に備えておいた方がいいですね。そうですね、ぜひ非常食は備えてほしいなと思います。そうします。はい、ありがとうございます。2番目は区民生活部門です。ここでは転出入や出生、婚姻などの手続きや住民税の徴収、地域区民センター、体育施設などの運営などが主な仕事です。子供が生まれた時とか、結婚、引っ越し、死亡などの人生の節目では、ここの区民課や区民事務所が届け出の窓口になっているんだね。ちなみに結婚の届けは7月7日や8月8日などの覚えやすい日やおめでたい日に多くなんだって。そして引っ越しは学校の休みの時期に集中するそうです。ああ便利だね。英語いっぱいあります。 Notification of moving、 あ、ちょっと英語できる。 Notification of change of address、 すごい便利。あ、これ引っ越すとき使うね。へえ。税証明、ああこれ使ったことあるな。いろんな色ありますね。もう虹みたいな感じです。ではここでクイズタイム。
今日もたくさん人が来てるけど、区役所の中でここに来る人が最も多いんだって。さて、1日何人ぐらいだと思う？10? なんと、多い日には1日に1000人も来る時もあるんだって。すごくない？その他では、区民生活とは切っても切れない商店街の発展のため、装飾塔の整備やイベント開催の支援など、魅力ある商店街づくりを行っています。次は保健福祉部門。区民の健康維持などに直結する保健所や国民健康保険、介護保険の業務、さらに保育園や学童クラブなどの運営も行っています。病気や怪我をしてお医者さんにかかった時に使う保険証のこともここで行っています。区役所のロビーでは、定期的に高齢者や障害者団体の方々が丹精込めて作った小物やアクセサリー、パン、クッキーなどの販売会も行われています。この富士山かわいいな。はい、アクリルタマスです。トマトも美味しそう。はい、美味しいですよ。杉並の農園で作りました。あ、本当？すごい、うん、素敵ですね。あの、多分手作りかな。これ、すいません、これは何ですか？ピンクッション。ああ、これありがとうございます。これ家の中ようですか？すごいおしゃれですね。いいね。どうですか、皆さん？あ、これは舞妓さんの後ろ。舞妓さん後ろを姿かけて、初めて杉並区で舞妓さん見てます。どうかな、似合うかな、買っちゃおう。はい、すいません、鳥居のピンに一つください。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。この辺でいいですか？はい、ありがとうございます。刺しちゃうかな。うわー、ちょっとやりにくかった、ごめんなさいね。よいしょ。お、痛い。嘘です。これでいかがでしょうか？あ、ありがとうございます。あ、素敵じゃないですか。ありがとうございます。あ、嬉しい。いいでしょう。続いて、都市環境部門。ここでの仕事は、公園整備や道路整備、自転車対策、清掃事業や公害対策などとなっています。区内には狭隘道路といわれる4メートル以下の狭い道路がたくさん残っています。こうした道路は火災が起きても消防車が近づけない、お年寄りを送迎する介護車両が入れないなどの問題もあります。こうした道路を広げることで、安全で暮らしやすい街づくりを目指しています。そしてゴミの収集作業も区の重要な事業です。では、またクイズタイムです。杉並区民1人1日あたりのゴミの量は何グラムでしょうか？水の入ったペットボトルが1本だいたい500グラムですね。それを基準に問題を出すよ。1、ペットボトル約1本分の重さ。2、ペットボトル約3本分の重さ。3、ペットボトル約10分分の重さ。一人の一日のゴミの量だよ。みんなの一日を思い出して考えてみてね。正解は1番、ペットボトル約1本分、なんと466g。すごいでしょう。これは23区の中でもかなり少ないんだって。ゴミの分別やリサイクルにみんなで取り組んでるからね。すごいね。最後は教育部門です。
小学校や中学校の建て替えや給食のこと、教材などの購入を担当しているほか、図書館や郷土博物館の運営も行っています。区役所の文化財係に来てます。ここでは貴重な文化財の保護や登録して後世に引き継ぐ活動をしているんだって。橋本さん、これはどんな地図ですか？こちらの杉並区内にあります遺跡とか、あと遺跡と建造物、あとは神社とか、あと石造物ある、いわゆる杉並区内にあります史跡を地図に落としているものになります。でいろんな、なんか G コースとか C コースとかって書いてあるけど、どういうコースですか？こちらの方は実際にそれぞれのコースを歩くことによって、その杉並区の、その各地域の文化財を知ることができるように設定されたコースになっています。素敵ですね。歩きながらいろんな文化財見れるんです。他の何かおすすめな場所とかありますか？おすすめなのはこちらの敵外装になっております。こちらの方は総理大臣を3回務めました近衛文麿の邸宅になっております。現在でも公園の方からは建物が見えますので、ぜひいらしてください。すごい。ここから当然歩けますね。ここからも、はい、歩いて10分とか15分ぐらいで行けます。比較的近いです。割と近い、素敵ですね。荻窪2丁目の敵外装は近衛文麿の旧邸宅で、昭和期の日本の将来を左右するような重要な会議が開かれたことから国の史跡にも指定されています。この地図は何ですか？こちらの方は杉並区内の埋蔵文化財と呼ばれる文化財の地図になります。埋蔵文化財って何ですか？こちらの方は昔の古い人々が暮らしていた住居、お家とか、その当時使っていた土器、石器と呼ばれる道具が出てきているところを、この赤い範囲で示しているものになります。なるほど。どのぐらい前ですか？大体古いものですと3万5000年前からものが出てます。で、この木のせいかもしれないですけど、この川の近くにこの色たくさん塗ってあるんですけど、それ、偶然ですか？いえ、それは偶然じゃありません。昔の人々はこの川というものが非常に重要なものでして、例えば飲み水だったり、あと魚とかを取るために重要な場所だったので、その近くですね、川の近くで暮らしやすいところを選んでいたというところになります。なるほど、すごいな。他どんなものありますか？例えばこちらの方に松の木遺跡という遺跡がありまして、こちらの方では実際に1300年頃前に出ました当時暮らしたお家を復元しているところになります。こういう場所の石器とかどこで見れるんですか？こちらの方は杉並区の郷土博物館でご覧になることができますので、ぜひお越しください。ぜひ行ってきます。都立和田堀公園の中にある杉並区立郷土博物館では、区内で発掘された石器や土器などを見ることができます。これで区役所の仕事の紹介は終わりです。あれあれ、最後にマシューさんがやってきたのは、お、ナミスキいっぱいいる。あ、いるね。あ、すごい、ナミスキのちっちゃいチョッパーみたいな。で、ナミのマスク、これおしゃれ。お、やっと会えた。嬉しい、波つけた波に会えた。僕の大親友マシューさん、よかったですね。区役所の仕事は区民の皆さんの日々の暮らしに寄り添って行われているので、そんな時代によって中身も変わっていくんだって。あとパソコンやスマートフォンの普及で仕事のやり方も変わってきたりしてるけど、でもそれもこれも区民の暮らしを安全に快適にすることがたった一つの目的になってるんだね。素晴らしいね。区役所があるから区民も助かってるけど、区民がいるから区役所もあるわけだもんね。お互いに必要な存在ってことだね。どうだった？面白かったかな？僕はすっごい勉強になったよ。ではまたどこかで会いましょうね。バイバイ、マッシュだよ。